どこまでこの荷物運べばいいんだ。特務なんてどれでもいいだろうに。心にぶち込んでやるか。あいつらが始末してくれるぜ。あいつら、俺たちだって腹ペコだろ。いい具合に焼き色もついてることだしよ。うるさい、ピーチクパーチク、グラントのガキか。お前らは奴は監獄には入らん。あの方々には何かお考えがある。真実と慈悲の預言者殿、例の脳なしをお連れいたしました。下がってよいぞ、タルタロス。ですが、私は。ルートどもも連れて行け。奴を離せ。評議会は措置を己の腹渡で吊るし、引き回しの刑に処すことを決めた。だが最終的な決定権はこのわしにある。私は死んだも同然です。確かに。ここがわかるか。霊廟ですね、アービターたちの。いかにも大いなる旅立ちの先駆者たちがここに眠っておる。過去のアービター、つまり調停者たちがな、危機に遭遇するたびに選ばれ散っていた者たちだ。ハンターの純化、グラントの謀反、アービターの存在なくしてコブナントの存続はありえなかった。我が罪の重さに恥じるばかりです。確かにヘイローの破壊は措置の失態、罪は償ってもらわねばならん。だが評議会は血と熱くなりすぎた。措置は異端者ではない。こやつこそが真の異端者だ。同胞を裏切り、高等評議会に対する謀反を扇動しておる。預言者たちは欺瞞に満ちている。目を覚ませ兄弟たちよ。奴らの言いなりになれば破滅が待ち受けている。大いなる旅立ちなど。この異端者と奴に従う者どもの口を封じねばならん。生涯は罪取らねば。私に何をしろと。もはや指揮する艦隊も部下もいないというのに。今のままではな。だがアービターになればすぐにでも釈放してやる。真の異端者を始末するのだ。評議会の方は？アービターが担う使命は常に命と引き換えじゃ。いずれにしろ、措置に未来はない。評議会は無垢労さえ手に入れば納得しよう。さあ、アービターにご命令を。コブナントの誓いを忘れはしまいだ。いかなる時にも職務をわきまえ。祖先の名にかけて、子孫の名にかけて、コブナントに忠誠を誓う。この命尽きるまで。この誓いを破る者は全て異端者。情け容赦は無用だ。奴らは恐れ多くも聖なる場所から大嘘を垂れ流して、奴らを叩きのめしてやれ。そして救済への道を歩み続けるのだ。なかなかお似合いだな。だがその刻印は隠せまい。隠せるはずもない。ここのエリートは皆私の部下だ。だがアービターとなったお前は預言者のしもべ。部下は大事だがお前は違う。お互い様だな。いいだ。
ちはこちらに向かっています。その前に片付けるのだ。戦闘準備。我々が預言者殿の腕だろう。アビタ、お前はソードだ。静かにかつ迅速にこの異端を鎮圧するのだ。この嵐で敵は我々に気づくまい。奴らの連絡網も混乱しているはずだ。奴らの寝首を掻いてやるぞ。ステルスを作動させろ。アービターが戦闘を開始するまでは決して姿を現すな。お前もやってみるか、アービター。だが気をつけろ。お前の装備はいささか古い。ステルスはそう長くは続かないぞ。お前に抵抗するとは無謀だ。センチネ、聖なるリングの戦士たちだ。なぜ異端者の味方をする？ステルスだ。
の通路だ。ちゃんとした取引だ。
連れてこい。すぐにやっつけてやる。なあ、奴を始末しろ。私はオラクルを守る。真実を封じさせるな。
ーダーはこの辺りにいるらしい。隠れ口点を一掃して突入しよう。見えないのか。